リラヤの風薫る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。嵐の日波たける海で弟子たちを諭された力の御言葉を私にも聞かせてください。父と子と聖霊の御名によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に。今日のミサの以降は、コ・フェルナンド・アビス神父様、イタリアのサビリオ会の神父様、インドネシアに今月16日に帰転されました。80歳でした。永遠の命を与えられますように、このミサを捧げます。皆さん、聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いますよ。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。Thank you.
祈りますよ。すべて収められる父よ。私たちは人の証を通してあなたの信仰に導かれました。使徒シモンとユダの祈りに支えられて、神を信じる人が日ごとに増し、教会が絶えず成長しますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、いよいよとこしえに生き納められる恩子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。パウロのエフェソの教会への手紙。皆さん、あなた方はもはや外国人でも、キリウシアでもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいて、この建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。神の御言葉。天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げる。天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げる。いわいに言葉を語り継ぎ、夜は夜に知識を伝える。天は神の栄光を語り、空は御手の技を告げる。言葉でもなく話でもなく、その声も聞こえないが、その響きは地を覆い、その知らせは世界に及ぶ。神は天に太陽の幕屋を据えられた。天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げる。Alleluia, Alleluia, Alleluia. Anata wo kami to home tatae, Bambutsu no shu to agameru. Eko wo uketa shito no mure mo, Anata wo tataete utau. Alleluia, Alleluia. Hallelujah, Hallelujah. 主は皆さんと共に、またあなたと共に、ルカによる福音、主に栄光。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜明かされた。
Asani Naruto de Stazio, Yobiatsume, sono naka kara, 12 nin wo erande, shito to nasukerareta. Sore wa Yesu ga, Petoro to nasukerareta Simon, sono kyo dai andere, soste Yakobu, Yohane, Filippo, baru toro mai, Matai, Tomasu, Alufai no ko Yakobu, Nesing to yubareta Simon, Yakobu no ko Yuda, Sureni nocini, Uragiri mono tonata Iskariote no Yuda dearu. Yesu wa karerato isyo ni yamakara orite tairana tokoro ni otatsi ni natta. Oze no desi to obitadasi minshu ga Yudaya zendo to Yerusalemu kara mata Tirusya Sidon no kaigan chiho kara Yesu no osio kikutame. Mata biokio iaste itadaku tameni kiteita. Kigareta reni na yamasarete ita hitubitomo iaste itadaita. Gunsyu wa mina nanto kaste Yesu ni hureyo tosta. Yesu kara cikaraga dete subeteno hitono Pyokyo iaste ita kara diaru. Shiu no mikotoba. Kristo ni sambi. Kiwa sei Simon to sei Yuda. Sto no sukujitsu ne. Kono sto toritsuki ni yotte. Watashi tachi no kyokai mata toritori no shinko mamotte iku you ni. Mata kyo no misa no iko wa Indonesia de nagaku hataraite ita Sabiro kai no Italia no simpu ko Fernando Abis no Eien no Antsuku no tame ni kono misa mo isyo ni sasagimashiu. Amin.
神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。恵み豊かな神よ、使徒シモンとユダの殉教を称えて祈ります。救いの神秘を私たちがふさわしい心で祝うことができますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよ。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全の永遠の神、主、キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。永遠の牧者であるあなたは羊の群れを、お見捨てにならず、人を通して絶えず守り、恩子の代理者と定められたこの牧者を通し、いつも私たちを治められます。神の栄光、あがめ家の敬うすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光終わりなく褒め歌います。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、
御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす、教皇フランシスコ、私たちの好きをトマサクイナスマイダマギオとウサスキをパウロサカエトシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。この世からあなたのもとに召されたフェルナンド・アビスを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれた者が、その復活にも結ばれますように。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人、聖シモンとユダと共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は永遠に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、悠々とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。
祈りますよ。父である神よ、奇跡にあずかり、聖霊のうちに祈ります。使徒シモンとユダの殉教を記念する私たちが、いつもあなたの愛にとどまることができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。マリア様、取り付けによって、故、フェルナンド・アビ神父様の永遠の安息のために祈ります。アビマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の詐欺を終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。